歌舞伎町ミラージュ金太です。全日本 FTM 代表お鍋のシーチー。3回誘って全部逃げられて、やっとの正直で組めたんで、まあ FTM 代表って言ってるから、まあそれを代表は世代交代ということでやってやろうかなって感じです。まあ僕はお鍋が試合に出る道筋を作るために今回で9戦連続出場になるんですけど、まあどうやらそれがあるお鍋くんに響いたようなので、その挑戦を受けることにしました。まあ所詮口だけ言って試合リングの中立ったら猫パンチって感じっすね。まあ、玉内同士なんですけど、まあ、あだ名がね、金玉って最初聞いた時に、まあ、なんかね、ちょっと残念だなと思って、まあ、たまたまね、僕たちこういう生き方して、で、まあ、たまたまこういう試合を組むわけですけど、まあ、でも、まあ、玉なし、くじなしにならないような試合にしないといけないですよね。まあ、こうやって、煽ってる場合があるんだったら、とりあえずトレーニングしてもらって、リング上で拳でぶつかり合って白か黒かつけるのがいいんじゃないですかね。もう玉なし、竿なしね、お互いね、どこもかしこもね、殴り合ってバッチバチの、ね、試合展開にしていくわけですけれども、最後はね、僕が KO してこうやって叫びます。金玉は俺の。めったにいろんな人に出さないですけど、この右のストレートパンチですかね。いや、僕の一本足打法でもかっ飛ばしちゃいますよ。もう玉なんて生まれた時からもうかっ飛ばしてもなくなっちゃってますよ。今回 FTM 勝負が、まあ、日本で初ということで、まあ、誰も見たことない試合、まあ、どうなるかもわからない試合、俺たちで盛り上げて会場も日本中も世界中も熱くさせればいいんじゃないかなと思います。俺たち FTM がここでバチバチやって、その辺の男ども黙らせるような試合して、俺らの生き様がどれだけ強いかっていうのを証明してやる。俺が主役、俺が主役。赤コーナー FTM 代表お鍋の新一選手の入場です。I'm not afraid to die.
史上最強のサウナ師男、俺に急所はない、お鍋の新人。なお赤コーナー、お鍋の新一選手にはサイボーグ勇気様より花束が贈呈されます。新一ラウンド1、しんちゃん。さあ、お鍋対決というわけでございまして、しんちゃん第17試合、すごい2人ともね、元女性というわけで、いいですね。いいですよ。さあ、時間ないですよ。ラスト1本。さあ、試合もそうなんですけども、セコンド、青コーナーのね、セコンドの方もちょっと気になるかもしれない。おっと、なんです、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。さあ、行きましょう。ラスト10。しんちゃん来て、しんちゃん。第1ラウンド終了。しんちゃん来て。ラウンド2、ファイナルラウンド。さあ、行きましょう。さあ、ラウンド内で決めたい。さあ、ラスト1分。さあ、行こう行こう行こう。
さあ、楽しんでいこう。ラスト30。ちさあ、時間ない。いくよ、いくよ。ラスト10。試合終了。判定に移ります。結果をお知らせします。3対0で赤コーナー、おなべの新一選手、判定勝ちとなります。さあ、この試合勝利者賞といたしまして、株式会社インク様より H&S シャンプーコンディショナーを贈呈いたします。応援してくれた皆さん、どうもありがとうございます。対戦してくれた俺と同じ生き様を通ってきた金太君、マジでありがとう。俺何回も挑まれてたんだよね。多分周り見えてない証拠だね。ありがとうございます、本当に。はい、マジで、なんていうんですかね。ただ、とにかく僕はもうファイトを見せることしか僕は証明できない、とにかく。あと、すいません、私事なんですけど、実は先日、結婚1周年迎えました。アンリーで、初めてセコンドじゃないところから見た感想は後で聞きますけど、これからもよろしくお願いします。で、先ほどの、ね、話に戻るんですけど、金太君のセコンドについてたミラージュのレンコバルさん、次ニューハーフ枠で出るみたいなんで、皆さんよかったら応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。